はい、どうもキャッチです。なんか加古様がね、高校女子硬式野球の選抜大会の決勝戦を観戦されたみたいですね。これはね、公務の予定に入っていなかったんで、急遽予定に入れたんでしょうね。やっぱりまあ WBC でね、日本が優勝したんで、毎日そのニュースばかりね流していたんで、まあ、今はね野球かなって形で公務に入れたんですかね。ただまあ加古様はこれまでね、野球とかに関心がある話題とかがなかったですよね。まあこれがね、愛子様とかだったらね、 WBC に出たね内川選手からサイン入りバットをもらって、そのバットでねティーバッティングで練習した話とかもありますけども、加古様はそういったエピソードが全くないですよね。雅子様も中学時代はソフトボールに熱中したって形の話がありますけども、加古様は一度もね野球の話題がなかったですよね。 WBC も天皇家がね一家で観戦された話題はありましたけども、皇太子ご夫妻時代にもね WBC を東京ドームで観戦された話題もありますよね。まあ、ちなみに天皇陛下もね昔からこの野球が好きで、9歳の頃にプロ野球のオールスター戦を観戦したようですね。まあ、そこでこのファールボールがね当たったらいけないかなって形で、まあ、隣のね解説者がグローブを持っていたら、まあ、天皇陛下がね、まあ、僕が取るよって形でねグラブをずっと手にはめてたみたいですね。まあ、皇太子時代にはね高校野球の夏の甲子園で始球式のボールも投げたことがあるようですね。まあ、その時にねたまたまこの打席に立ったのが巨人で活躍をした西選手だったみたいですね。まあ、ちなみに三笠宮家のね明子様も東京大学野球連盟の創立85周年を迎えてね16年に始球式を務めたみたいですね。ユニフォームとかも着用されて投球されたようです。まあ、加古様はね決勝戦だけ見たようですね。試合前にアナウンスでね紹介されたということで、この大会に皇族の方が参戦されることは初めてみたいです。まあ、もしかしたらね自分からこの呼んでって形でお願いしたんかもわからないですね。アナウンスがあって両校の選手はね関係者に訪れたファンに一礼されて、大型ビジョンにも映し出されて、東京ドームはわーっていう声が湧いたってことですけども、公務でね予定されてないのに加古様のファンが訪れてるわけないですよね。ちなみに最後までね観戦されたんだと思いますけども、誰も周りにね人がいないのにマスクを着用したまま観戦されたみたいですね。まあ、秋島家もねマスクをしたりしなかったりよくわかんないですね。まあ、ちなみにね ICU とイギリスの大学へ留学と合わせたらね5年間英語の授業で卒論が加古様だけね日本語だったって形で文章にもばらされてましたね。最近はね英語はある程度できるようになったのか、やたらとねパフォーマンスをしてるけども、学生時代は何をしてたんだって形でブーメランにしかならないですね。まあ、ちなみに今日はね高市早苗さんと小西議員の総務省の文書の問題で、中田敦彦さんの解説が分かりやすかったんでね、まあ、その話題とか久志様が作文でね優秀さをアピールしたくていろいろと箔付けしたせいでね、また嘘がバレたよって話題とか、愛子様の話題とか、皇室の政治利用の話題とか、いろいろとね扱いながらやっていこうと思います。中田敦彦さんが高市早苗さんと小西議員の総務省の文書について扱っていたんですけども、まあ、すごいね面白かったです。まずね小西議員に関しては冒頭だけでねほとんど出てきません。小西議員の名前を使ったらねコメント欄が高市信者によって、まあ、小西議員のね悪口ばかりで埋め尽くされると思ったんで、あえてあまり出せなかったんでしょうね。まず今回の問題でねどこに問題があるのかっていうことで、はっきり言ってね高市さんもあまりね関わってないよねって形の話ですね。80ページの文書で4ページしか出てこないってことですね。それでまあ高市大臣が小西議員の文書に捏造ですって形で言って、総務省はね行政文書ですって形で答えたわけですね。そこからね本物の文書は認めた上で、内容が不正確ですって形で高市大臣が路線変更したわけですね。ここからはネット上ではね高市大臣と小西議員で、まあ、小西議員に攻撃ばかり仕掛けてるけども、実際はね高市大臣 VS 総務省だってことですね。つまり総務省がねデタラメな文書を行政文書として保存しているって形になったわけですね。財務省はお金で、防衛省は軍事で、総務省はあまりピンとこないけども郵政省や内務省や自治省とかねいろいろとくっついて総務省になったわけですね。通信やテレビとか電話とか放送に関する管轄と警察に関する管轄を総務省がやってるわけですね。この文書について本来はね黒塗りで提出されますけども、それがね A4 で80枚全文がね公開されたわけですね。まあ、誰でもね全部見れるように総務省が公開してるわけですね。ただまあ中身がね正しいと確証するものではないって形で明記されてるわけですね。行政文書だけでも言葉遣いまでね箇条書きで書かれていて、読みやすくてね面白かったってことですね。ここで書かれているのが高市大臣の時に国会で発言したね政治的公平性を欠いた放送を繰り返してるねテレビ局っていうのは、放送の電波を停止する可能性っていう発言ですね。これについて話している行政文書なわけですね。放送法4条にもね第2項に政治的に公平であることって形で書かれてるけども、具体的にはね書かれてなかったのが、その解釈を変えるぐらいね強いメッセージを出したのが高市大臣なわけですね。放送の電波を潰すっていう発言で抗議が上がったわけですね。これまでは政治的公平性をテレビ局が判断したみたいです。全体を見て偏ってないかをテレビ局が判断したわけですね。まあ、これもおかしいですけども、これまではそうだったわけですね。
でもそれをね、総務大臣が語られていると判断したら会社を潰せるよって形の解釈になったわけですね。視聴者はそう思ってなくても、総務大臣がそうだって形で言えば放送の電波を停止できるって形になったわけですね。ただいきなりね、高市大臣がそんな発言をするわけじゃなくて、その裏付けとして納得いく内容が80ページの行政文書に書かれているわけですね。まあ、ここに書かれている76ページを読むとね、残りの4ページのね、高市大臣の発言になったのは納得いくけども、その4ページのね、高市大臣の発言に関しては一言一句ね、合っているとは言えないんじゃないかっていうね、高市大臣の主張も、まあ、それはね、一言一句正しいとはないよねって形になるわけですね。そして、まあ電話の内容もあるんで、片一方の会話だけをね、聞いたのかなって形になるわけですね。でも高市大臣の発言部分が正しいかどうかは置いておいてね、高市大臣以外の文書についてはなぜそうなったのかってことですね。それがまあ2014年の衆議院解散総選挙をめぐってのテレビの放送だったってことですね。ここでまあ解散をめぐって第一次安倍内閣でアベノミクスの効果を感じているかの街頭インタビューでね、みんなね感じてないって形の声をテレビで流して安倍さんが激怒したわけですね。ニュース23とサンデーモーニングと報道ステーションが批判的に報道したわけですね。安倍さんの政策は金持ちにね、優位な政策をすればトリクルダウンでシャンパンタワーの上からシャンパンを流したら下にもね潤っていくんじゃないかって形でやったわけですね。まあ、そうしたらね、上の器から漏れ出たシャンパンっていうのは統一教会とかそっち側に流れていたから、中小企業が潤ってないことが分かったわけですね。岸田首相もね、トリクルダウンにはなってないって形で安倍さんを否定したわけですね。アベノミクスは賃上げにつながってないって形で言ったわけですね。日本は30年間賃上げをされてないことに、まあ、最近気づいたわけですね。 GDP は3位だけども人口が多いからで、1人当たりだったらね、先進国で最下位レベルなわけですね。ただまあ安倍政権の時に成長してないと言ったら政治的に偏っているって形で言われて放送できなかったわけですね。磯崎首相補佐官が放送法の解釈を聞かせてと言ってね、総務省とやり取りをして、これをね曖昧だから変更させたいということで、放送法4条第2項の政治的に公平を具体的に変更したいということで、最終的にねその具体的な条件を総務省から出させたけども、念のためにね山田首相補佐官に確認をすると、なんで官邸で影響力がない磯崎にそんなことまで言ったのって形で怒られたことまで書かれてるわけですね。ただまあ最終的にね、その報告書に安倍さんもこれで行こうって形になってね、まあ、高市大臣から言ってもらおうって形になって、あの発言になったわけですね。でも高市大臣もあの発言はね、安倍さんの指示において行われたとなったら、安倍さんを慕ってる高市大臣がそれを肯定するわけにいかないから違うと言って捏造だって形になったわけですね。日本が報道の自由度がない決定的な理由として、国が放送法の免許を与えていることとクロスオーナーシップ制ということで、フジテレビと産経新聞で、テレビ朝日と朝日新聞で、日本テレビと読売新聞って形でね、同じグループで形成されているということですね。世界はそれがね規制されているわけですね。テレビのことを新聞がかばって、新聞のことをねテレビがかばうって形の構図ができているということですね。これは田中角栄さんが郵政大臣の1953年に NHK や日本テレビができて、1955年に TBS で、1957年にフジテレビとテレビ朝日ができたってことですね。まあ、つまりこの免許を与えたのが田中角栄で、それまではね新聞は政治家の天敵だったけども、クロスオーナーシップ制にして新聞社がテレビ局を持ってね、まあ、その放送免許を政治が握るってことで、政治家が新聞社をコントロールできるようになったわけですね。まあ、つまりテレビの放送電波を止めるぞっていうと新聞も潰せるわけですね。まあ、ちなみにね NHK に関しても会長を決める経営委員を送り込めるのが政権与党になってるから、 NHK の人事を政治家が握っているってことですね。自民党が NHK の人事と民放の放送免許と新聞社の財政を握っていて、いくらでもねコントロールができるということですね。だからまあ報道の自由度が低いわけですね。実はまあ海外はね独立行政機関が放送が中立かどうかを判断しているわけですね。一応まあ日本にもね BPO がそれになるんだろうけどね、 BPO が何と言おうと電波停止するぞって形の言う権利を総務大臣が握っているわけですね。まあ、ちなみにね、帰れま10に中田敦彦さんが出演したときに、焼肉店ですいません不景気なのにこんな美味しい焼肉を食べさせてもらってって形で発言したようですね。そしたらねプロデューサーに呼ばれて、不景気っていう言葉は使わないでくださいって形で言われたようです。まあそれでね、なんでですかって聞いたら、不景気と今テレビで言えないんですって形で言われた覚えがありますって形で、でもね記憶違いかも分かりません、僕の記憶も曖昧なんでって形で終わっていました。まあ、高市さんだってね記憶が曖昧なんだから責めないでって形で言ってね、放送文書に関しては面白いからぜひ読んでくださいって形で言って、でもね本当だと言ったらすごく怒る人がいるんで、あくまでもね短編小説だと思って読んでっていう形でね断っていました。まあ、そしてね怒って私のチャンネルを停波だけは勘弁してって形でね、でもね YouTube は放送法関係ないからいいかと言いながらね、めちゃくちゃ高市神社にビビってね終わっていました。なんかいろいろとねクロスオーナーシップ制だったり問題が多いんですね。ちなみにエトストラジャパンさんが小川さんの作文の疑問点で後編って形で記事を書いてましたね。
悠仁様が作文で優秀さをアピールしたくて、いろいろとね、箔付けした作文で墓穴を掘ってしまったんじゃないかってことですね。小笠原諸島返還50周年記念事業実行委員会っていうね、 Facebook アカウントもフジテレビでも紹介されたよって形でリンクを貼ってましたけども、すでにねリンクは消えてました。ただまあそのリンクにはね、父島のイルカと一緒に泳いだことも書かれたわけですね。小笠原村の人たちは悠仁様からイルカと一緒に泳いだよって形でね聞いてるってことで、まあ実際にね小笠原とかでイルカと一緒にね泳いでる映像とかも YouTube とかにアップしてる人がいましたけども、イルカがね呼吸をするために海面に上がってきてね、その時にまあ一緒にね泳いだりとかするんでしょうけども、かなりフィンとかもね状況者レベルで使いこなさないと無理ってことですね。しかもイルカとね泳いだことが悠仁様にとっては大した思い出ではなかったみたいでね、作文には書かれてないってことですね。その割にはね、ガイドブックに載っているような情報ばかりね、紹介した作文になってるわけですね。まあおそらくね、本来であれば作文で自分でね、見て聞いて感じたことを書くんだけども、まるでね、ガイドブックじゃないか、斬新だって形で審査員が思って選考されたんじゃないかってことですね。まあでもね、イルカに関してはガイドを入れるべきでしたね。まあ、ちなみにね、アクション様に関してもね、悠仁様は仕事で一緒に行けなかった地域とも、ぜひもう一度ね、行きたいって形で締めくくってたわけですね。ただまあアクション様はね、その時にまあ何もね、公務が入ってなかったわけですね。眞子さんは7月24日に赴任したね、エルサルバドル大使と宮邸で接見されてるけども、アクション様はね、接見されてないわけですね。まあ、そして、佳子さまも25日にね、馬術競技大会にご臨席されてますけども、アクション様はね、公務がないわけですね。だから、アクション様もね、小笠原諸島に行けただろうということですね。まあ、一応ね、その時にこの天皇皇后両陛下が那須でご静養されていて、天皇家はね、皇太子ご夫妻は山形に高校総代だから、アクション家はね、本来であれば御所にいなければいけないんですけどね。ただ、昭島様はね、公務がないし、昭島邸にいたはずだから、眞子さんがエルサルバドルの大使と接見されてた時も、挨拶ぐらいはできたはずですからね。まあ、この辺が謎ですよね。まあ、ちなみにね、グリーンフラッシュについてはね、2、3秒ってことだけども、これもね、頑張ってまあ2秒ぐらいしか見えないだろうってことですね。南極の昭和基地で観測したグリーンフラッシュの件でね、まあ、日本ではね、1秒ぐらいしか見えないけども、南極ではもっと長く見ることが可能って形の記載とかもあるってことで、小笠原もね、2、3秒ってことだったけども、まあ、2秒が限界だろうってことですね。そして一瞬なんでね、グリーンとブルーを勘違いしたっていう声もあるけども、プロのカメラマンの間ではブルーフラッシュも知られていて、悠仁様のガイドもブルーフラッシュの件は SNS とかでも拡散されているわけだから、知らないわけがないだろうということですね。しかも悠仁様はね、そんな貴重な現象で、本当はね、台風の影響とかも重なってブルーフラッシュってね、珍しい現象の中でもさらにレアな現象でしたけども、作文ではね、水平線から緑の光が出ているような感じがして、とてもね、美しい光景だったって形でわずか34文字で表現しているわけですね。そしてまあこの動画をアップしたらコメント欄でね、水平線から緑の光が出てくる感じっていうのは、それだったらね、普通はこの日の入りの夕方じゃなくて日の出の方だよねって形の指摘があってね、まあ確かにね、そうだなって形で感じました。まあつまりね、悠仁様か恒例のゴーストライターは日の出バージョンのグリーンフラッシュの感想を参考にされたんじゃないかってことですね。日没時はね、水平線上の残ったわずかのね、太陽が緑色に変わるように見えるということで、悠仁様は夕日が沈む時って形で書いてるから、まあ、作文の表現方法がね、おかしいですね。まあ、それとね、全体的な表現方法も指摘をしてましたね。まあ、このようなことによりとか、従ってとかね、眠りにつきましたとか、極めつけはね、思い出話に花を咲かしたりとか、まあ、こういう表現がね、恒例のゴーストライターしかそんな表現は使わないだろうということですね。まあ、それでもね、紀子様とアクション様はね、育児放棄で美智子様とばかり話していたから、まあ、そんなね、表現方法になったんですかね。まあ、さらにね、ガイドブックの指摘についても書かれてました。これについてはね、リリー・フランキーさんも、悠仁様の作文については、中学生だったらね、もう少しこのプライベートなことが書かれているといいと思いましたって形で、見て聞いて感じたことを書いているのかっていうね、ダメ出しですね。もうリリーさんはね、ゴーストは誰だって形で気づいているわけですね。まあ、さらにね、ヒヤッとしたとかドキッとしたとかね、そういったまあ少年少女の作文で出てきそうな言葉遣いとかも全く出てこないってことですね。まあ、それとね、コメントを見てね、なるほどと思ったのがやっぱりね、悠仁様の写真ですね。まあ、これは宮内庁側からね、出す悠仁様の写真もそうですけども、島を出るときに悠仁様の写真はなくても小笠原諸島にとってはね、 Facebook でも悠仁様が来てくれたんですって形で言って記事を紹介するぐらいだから、写真がないのはおかしいですよね。小笠原の人にとってみたらね、大きなニュースになるだろうし、アピールのチャンスなんだからね、この機会に SNS とかでね、みんなに来てくださいねって形でアピールもできますよね。まあコロナっていうタイミングとかもあるだろうけども、余計にね、客足が遠のいてるわけだから呼びたいでしょうからね。まあちなみにね、日刊現代には愛子さまに自由恋愛は許されないのかっていうね、報道の違和感を書いていましたね。最近愛子さまのお相手の報道が相次いでるから、まあそんなね、慌てる必要があるのかってことですね。世界日報でおなじみの八木秀嗣さんが、愛子さまが旧宮家の男系男子の加谷家のお子さんとね、結婚されたら皇位継承問題や皇族数の確保にもなってね、理想的だっていう記事も、まあ、どうしてもね、女系天皇は作りたくないようだってことですね。
さらに女性自身も旧華族の親睦団体である霞会館の関係者の話で、幕末に活躍した島津久通の流れを組む玉里島津家のお子さんで、9歳年上の男性ということですね。他にもね、門家元のお孫さんでプリンスの名前も挙がったということですね。上皇様も美智子様とテニスで親交を深めて、天皇陛下もね、雅子様に何度か断りだけども思いを遂げて、明智様もね、学習に出会って熱愛の末に結婚ってことで、愛子様にはね、自由恋愛は認められないのかってことですね。結婚の前にね、もっとこの大事なことがあるだろうってことで、その前にね、岸田首相は有識者たちを収集して、検討しろってことですね。安倍晋三も最後にはね、愛子天皇に理解を示したってことで、多くの国民も愛子天皇を待望しているわけだから、20年前からの喫緊の課題を解決しろってことですね。有識者会議のメンバーの選び方が一番重要ですからね。安倍首相の時はね、統一教会の機関紙の世界日報でお抱えになっている記者ばかり使っていたから、有識者会議のメンバーは統一教会から脱却しろってことですね。それに愛子様が学習院大学の4年生で恋愛をしたくてもね、相手の男性がこんな記事ばかりね出されてしまったら、愛子様にふさわしい相手がいてもなかなかねプレッシャーで無理ですよね。愛子様ね、河野家みたいなやつは相手にしないことだけはね分かってるけども、今は静かに見守るのが一番ですよね。皇室もね、政権によって有識者会議のメンバーも変わってくるし、皇位継承の問題っていうのはね、政治家が集めたメンバーで決めさせるんじゃなくてね、やっぱり皇位継承の問題に関しては天皇陛下に決めてもらうのが一番だと思いますけどね。いろいろと天皇陛下はね、政治利用されたりとかしていて、もうすぐね、統一地方選挙ですけども、その選挙運動にもね、天皇陛下は政治利用をされていて、愛知県議が上皇ご夫妻の写真をね、政治活動のビラとして使用しているようですね。上皇ご夫妻がね、愛知国体に出席された時の写真を活動報告で使っていて、そこにね、愛知県知事と立候補している県議も写り込んでるからね、活動報告に利用ってことですけども、普通だったらね、活動報告は最近のものを使うけども、2017年のものですね。完全にね、政治利用ですね。ちなみにこの議員を辞めることを前提に24年間の議員生活の報告って形で作成したみたいですけども、引退を撤回したんでね、6年前の活動の写真が配られたってことですね。もともとね、無投票になるはずの選挙区だったんで、最初からね、立候補を表明していても当選したと思いますけども、いろいろとね、問題が多いですね。ちなみにね、自民党の議員の方がもっとね、私利私欲のためだったら何でもやってますよね。高市早苗議員も選挙の応援演説の決め台詞が、副大臣経験者だから天皇陛下の任命式もあって、選挙で落ちたらね、天皇陛下に迷惑をかけるから通してあげてって形で、そういう発言もしてるわけですね。天皇陛下に対してね、敬意とかが全くないんでしょうね。男系男子の人たちに共通してるのは、天皇陛下をね、道具としてしか見てないんでしょうね。ちなみにね、広報室が新設されましたけども、少しだけね、宮内庁のホームページが変わってましたね。パッと見はね、変わってる感じはなかったですけども、ホームページを見るとね、直近の活動が画像でね、スライドで表示されたりとかしていました。それでね、直近のスケジュールとかも見えやすくして、皇居の一般公開されているエリアに関しても現在の待ち時間とか、そういった情報とかもね、書かれていて、案内図とかもすぐね、見れるようにして見やすくはしていました。あとはね、どれだけこの皇族の公務とか、そういった情報がリアルタイムで写真付きでね、報道されるかでしょうね。それにしてもね、問題が多いですね。やっぱり悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね、見れないような情報とかも扱っているので、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらね、コメントをお願いします。そして良ければね、チャンネル登録とベルマークをクリックをして、通知の設定の方もしておいてくださいね。